善院当時天与呪縛によって呪力が一般人並みになるケースはいくつか見てきたけど、呪力が完全にゼロなのは世界中探しても彼一人だった。彼の面白い点はそれだけじゃない。善院当時は呪力ゼロにもかかわらず五感で呪霊を認識できた。取り下げたんだよ、やめろ。緩急つけて偽の人間。現象の時間制限がなければお前は